東京都豊島区大塚駅。この町に2匹の元気な豊島七丸とシロが住んでいます。今回はその2匹が大塚駅にあるニューレトロな場所を巡るお話です。七丸、ここはどこなの？ここはコーヒー一越という創業60年と長く続いてる喫茶店なんだよ。へえ、外観がまさにレトロな雰囲気だね。せっかくだから中に入ってみようよ。店内がレトロで素敵だね。あ、壁にメニューがかけられてるね。どれどれ？ドリンクはジュースもあるけど、コーヒーの種類がいろいろあるね。モーニングもあるよ。本当だ。せっかくだからモーニングのメニューを注文してみようか。きたきた。トーストとゆで卵の組み合わせ。これもレトロな感じがする。営業時間は朝の7時から夕方の6時までなんだって。学校や仕事に行く前や帰りに寄りたいね。ねえねえ、ここに銭湯があるよ。大塚記念湯。最近はレトロブームが若者に人気なんだよ。そうなんだ。せっかくだから入ってみない？いいね。銭湯というだけあってレトロな雰囲気を感じる。更衣室も雰囲気がなんだか落ち着く。ねえねえ、見て、あそこの体重計とドライヤー、またまたレトロな雰囲気。本当だ、ここの銭湯ってレトロな要素がたくさんあるね。じゃあ次はお風呂に行ってみようか。おお、銭湯もいろいろな種類があるね。中もすごく綺麗。僕この薬風呂に入ってみようかな。いいね、いろいろな種類があって自分好みのお風呂に入れるのがいいよね。おお、いろいろなお風呂に入りたいときはこの銭湯がおすすめだね。お風呂に入るだけでなく、幅広い年齢層の方々と交流したい人にもおすすめ。シロちゃん、お風呂に長く入ったから夕方になっちゃったよ。だって気持ちよすぎたんだもん。ところで七丸、ここはどこなの？ここは大塚のれん街だよ。いろは歌に合わせて様々なお店があるから、順番にはしごして訪れたり、その日の気分でいろいろな楽しみ方があるんだよ。どこの通りもすごい懐かしさを感じたよ。これこそニューレトロな場所だね。本当にたくさんの人が来てるね。シロちゃん、困らないうちに早く入ろう。七丸とシロは今日一日を楽しく過ごしていましたね。皆さんは大塚駅のニューレトロな雰囲気を味わえましたか？レトロな気分を味わいたくなりましたら、ぜひ豊島区大塚駅に訪れてみてください。